それでは続きまして発表いただきますのは株式会社エレベーションスペース小林良平さんですそれでは小林さんよろしくお願いします株式会社エレベーションスペースの小林ですよろしくお願いします私たちは東北大学初の宇宙スタートアップです 共同創業者取締役 CTO の桑原先生の研究室ではこれまで10機以上の人工衛星を開発してきた技術がありますそんな私たちが注目しているものそれがこの国際宇宙ステーションですこの宇宙ステーションでは宇宙にしかない無重力という環境を使ってさまざまな実験や研究が行われています例えば乳がんの薬作りなんかが宇宙ステーションを使って行われているんです しかしこの宇宙ステーション実は2028年頃になくなってしまうんですそこで私たちが考えているサービスが小型宇宙量回収プラットフォーム ELSR ですこれまで宇宙ステーションでやられていた実験や製造そういったものを人工衛星内で行いそれを地球に持ち帰ってくるそういうサービスを開発しております具体的にサービスの流れです まずは実験や製造したいものを人工衛星に乗せてそれを打ち上げますそしてその後人工衛星内で無人で実験や製造を行い地球に再突入させますそしてそれを船で回収しユーザーに届けるそういうようなサービスの流れになっておりますこのサービスの特徴それは宇宙実験や製造において最も適したプラットフォームだという点です大型の宇宙ステーションでは利用頻度というのは 半年に1回程度しかありませんしかしこのような小型の人工衛星ですと利用価格が安いため将来的には毎月人工衛星を打ち上げるようなことも可能になりますそして私たち想定しているターゲット大きく3つありますまず1つ目が実験試験系ですこれは宇宙ステーションでやられているような実験だと思ってくださいそしてもう1つがあ申し訳ございませんそしてもう1つが製造系です これは地球では作れないような高品質な材料とかそういったものを宇宙で作りそれを地上で販売するそういうようなモデルになります例えば半導体やバイオ 3D プリンティングなどそういったものが注目されていますそして最後がエンタメ教育系でして例えば企業の商品を宇宙に持っていくことによってプロモーションブランディングなどに用いてもらうとかそういったような利用の仕方を考えております例えば宇宙で 薬作りが行われているとお話ししましたが創薬の初期段階においてこのタンパク質の構造を知ることが非常に重要ですそしてそれが宇宙では品質が上がるということが分かっておりさまざまな企業が利用していますビジネスモデルですが私たちを人工衛星に複数の実験したいものを載せてまとめて打ち上げますそしてその一つ一つの載せるものの大きさ重さによって料金が変わるような仕組みになっています 例えば、タンパク質の結晶化の装置なんかは10センチくらいの大きさのもので10回くらい実験ができます。販売戦略です。大きく宇宙ステーションが待機する前と待機する後で分かれてきます。この待機前に関しましては宇宙セッション、非常に価格が今、国のお金で行われているため非常に価格が安いです。そのため宇宙セッションを利用できる国に関してはこの宇宙セッションの利用を増やすということが非常に重要です。 私たちはそこの実験のサポート、実験機器の製造だったりとか、そういったところをまずは行っていき、短期的な売り上げを上げていきます。一方で、宇宙実験に関わっていない国々も非常に多くあります。例えば、インドやオーストラリア、アジア等のこれから宇宙開発が伸びてくる国々です。そういった国々には私たちを人工衛星で宇宙実験としてサービスを提供していきます。そして、一方の2028年以降の ISS がなくなった後、 ここでは宇宙ステーションでやられていたさまざまな実験の需要が発生します特に日本の JAXA の需要それを私たちは確実に取っていきたいというふうに考えておりますただこの実験の需要だけですとどうしても市場としてはスケールしていきませんそのために製造という新たなマーケットが需要だと思っておりますそしてそのキーポイントが半導体やバイオ 3D プリンティングなどですここで この技術を、このサービスをするために重要になる技術、それが地球再突入技術です。通常人工衛星は大気圏で燃え尽きてしまいますが、私たちものは宇宙で作ったものを地球に持ち帰る必要がありますので、この技術が重要になります。そして現在、その技術を獲得するため、技術実証機を開発しております。2023年ごろの打ち上げ予定です。ここでなぜ私がこれをやっているのかを説明させてください。2017年の,2017年の10月。 当時、高専で建築を学んでいた私ですが、そんなとき大きな出会いがありました。それが宇宙建築との出会いです。私はこの出会いで宇宙に興味を持つようになり、どうしたら人が宇宙で生活できる世界を作れるのか、それを本気で考えるようになりました。そこでたどり着いたもの、それが先ほどお話しした小型宇宙利用改修プラットフォームです。ここで皆さん、 なんん。でここのののの宇宙建築と無人の人工衛星が結びつくのか、かそう思われれたかもしれませんこの宇宙ステーションでやっている実験を人工衛星内でやろうとすると人工衛星内に地球と同じような空気があってそして温度や湿度を管理するそういった仕組みが必要になりますつまりこれは大型化していけば宇宙ステーションとか宇宙ホテルとかそういったものと同じくなるため技術的なステップとして非常に重要です。 そして私たちは将来的にはこういった誰もが宇宙で生活できる世界を作っていきますそして本日2点発表がありますまず1点目です2月3日に正式に私たちエレベーションスペースは法人特機士株式会社エレベーションスペースになりましたこれから東北から人類に貢献していくそういうような事業を作っていきますそしてもう一つが 東北最大級の宇宙カンファレンス東北スペースカンファレンスを3月13日に開催します東北は宇宙のポテンシャル非常に大きいですこのイベントでは月面着陸船を開発している東北大の技術を使った宇宙ベンチャーアイスペースや人工流れ星を開発しているエール他にも国際リニアコライダーやブラックホールを観測した岩手の水沢などそういった宇宙界隈の方々を呼んだ大規模なイベントになります 宇宙に詳しくない方もぜひご参加くださいそして最後皆さんにお願いがあります今私たちが開発している技術実証機のスポンサーを募集中ですこの人工衛星は通常の人工衛星と違い地球に戻ってくるため注目度は非常に大きいですえぜひ興味ある方はご連絡くださいありがとうございました小林さんお疲れ様でした 宇宙スタートアップ響きがもうワクワクしちゃいますね改めて小林さんありがとうございました